5月上旬、タラの芽ですね。まあ、タラの木ですね。もう、ここ日当たり非常にいいんでね、もうかなり伸びちゃってますね。まあ、これはもう取りどころ過ぎちゃった感じですけど。まあ、見た目すぐわかりやすい、山菜のうちの一つだと思います。もうトゲがあるんでね、これ、間違って握るとね、かなり血だらけになります。穴だらけになります、手がね。非常に痛いんで気をつけましょう。で、斜面とかに結構ね、生えることがあるんで、こう、斜面、登ろうとしてグッて掴んで、大怪我をするというパターンがよくありますね。あ、美味しい山菜ですね。まあ、山菜の王様と言われるぐらい、非常に有名な山菜だと思います。スーパーでもね、この時期だと売ってたりしますけど、下の方の芽がね、手で触れるぐらいの位置だったんで、ご紹介というか見せますが、こんな感じですね。もちもちしてね、美味しいんですよね。ちょっとなんか油のようなものがあるような気はするね、芽出しの頃は。なんかベトっとした、今ちょっとだけね。この辺かな。葉っぱはこんな感じですね。まあこれだったらね、トゲが全然まだ今、小さい柔らかいのしかないんで、まあ取って食べることはあります。天ぷらにするとね、非常に美味しいですね。まあ有名ですけど。ただ炒めるだけでもね、美味しいですよ。まあこの茎の部分ね。葉っぱの部分は天ぷらにして、茎の部分は、肉と一緒に炒めたりすると、まあ美味しいですね。ただね、結構枯渇しやすい。みんな取っちゃうから枯渇しやすい木なんで、あんまり取ることはないですね、僕自身は。この端っこの一芽だけ取るっていうのはありますね。こっちだけっていう。まあ保護のためというか、来年再来年ね、枯れないようにという考え方ですね。最初ね、一の芽が、こう出てきて、で、その1の目を取ると今度2の目が基本的には出てくるんで、まあ取るなら1の目ですね。これ、ハリギリですね。ハリギリ。ちょうどカエデのようなね、葉をつけるんですよね。カエデなのかな。うん。これもね、美味しい山菜なんですよね。いつも開いてしまってて、あ、取り遅れたってこと多いんですけど、これだったらかなりいい食べ頃だと思う。もったいないけどね、この上の部分摘んじゃうのは。あ、ワカメっていうか、横の芽が生きてるんで、いいと思いますが、これちょっと開きすぎかな。うん、ちょっとね、開いてくると苦くなるんで、これがベストなんですよね。これ1個だけいただいてみましょうか。他は結構生えてるっちゃ生えてるんでね。タラの芽、タラの木に負けないぐらい美味しい山菜というふうに言われています。僕もこれね、美味しいと思いますね。まあ似てるね、見た目もね。歯が全然違うけど。
こちらね、僕ね、あんまり取って食べることはないんですけど、ゼンマイですね。これはゼンマイで合ってるはず。ゼンマイと山取りゼンマイっていう似てるのあるんですよ。山取りゼンマイの方ももちろん、食べられるんですけど、そっちはね、明るい茶色い毛がね、こう、薄くついてるんですよね。で、こっちは、それがないんで、普通にゼンマイで合ってると思います。パッと見、こごみに見えますね。採取をしたいな。この辺あるんだよね、ゼンマイね。ちょっとこれ大きくなっちゃってるけど、こっちのね、まだ、巻いてる方、低い方ね。あ、これ触るとあれだね。表面が、ツルツルになるね。表面薄くなんか、膜のようなものがついてんだ。指で触るだけで、あ、粉？粉っぽいね。指で触るだけで取れますね。これも特徴のうちの一つか。これをね、剥いてね、表面のこの。昔はこのゼンマイのこの毛をね、フライフィッシング、まあ毛針だね、天からのね、材料に使ってたそうですね。ちょっと使ってみますか。実際ね。こんな感じですね。ああ、よく見えるゼンマイの感じですね。これすぐ横にね、多分同じゼンマイだね、これ。細い、かなり若めのゼンマイが一個だけね、伸びていますね。ああ、開いていく感じ。ああ、やっぱりこのシダ系の感じですね。こごみに似てますね。じゃあちょっと、実際これは調理してね、食べてみようと思います。昔食べたことあるんだけど、なんか、下処理すげえめんどくさかった記憶あるんで。アク抜きね、1日かかる。1日どころじゃない。天日干しとかして、1週間ぐらいかけてようやく食べられるようになるんで、めんどくさいっちゃめんどくさいんですよね。一度塩茹でしてからね。こちらね、ゼンマイのすぐ近くにね、生えてるんだけど、似てるって、まあ、近いんだけどね。山取りゼンマイにちょっと近いんだけど、これ毛がなんか大きいんだよね。もうちょっとね、薄くふかふかした感じがね、山取りゼンマイなんだけど、これはね、食用不適だったと思いますね。鬼ゼンマイってやつじゃないかな。食べれないやつ。まあ、ちょっと食べるにはね、まあ、不適。食用不適というふうに言われますけど、まあ、鬼ゼンマイで合ってるかなと思います。ちゃんと調べますけどね。山乗りゼンマイはね、この毛がこんな風に大きくてトゲトゲしい毛じゃないんですよね。薄くてふかふかした毛なんですよね。これゼンマイなんですけど、鬼ゼンマイなんですね。オシダ類、鬼ゼンマイって言われてて、まあ、ちょっと似たようなやついくつかあるんだけど、これ一応ね、山菜ではないんだけど、このね、毛をしっかりこう、なるべく取ってって、調理すれば食べられるですよね。食べられるけど、ほとんどの人は、まあ、食べないと思う。こごみとかね、メジャーな山菜で似てるのはあるけど、そっちを食べるね、基本ね。これはどちらかというと、球根植物として、まあ、食べられる。けど、まあ、かなり美味しくない。食感も悪いし。ちょっと生食してみます。かなり渋みがあるね。でも水分は結構あるね。苦味はそんなないかな。ちょっと一瞬口の中が渋いって感じるけど、苦いってわけではないです。あったあった。わ かります？これ、さっき取ったゼンマイですけど、こっち山取りゼンマイなんですよ。薄いですよね。ふかふかで薄い毛がね、薄くちょうど毛をまとったみたいな感じになってますよね。これ山取りゼンマイですね。間違いないね。さっきのね、ご紹介したゼンマイの仲間なんだ、仲間っていうのかな。こっちはね、ほら、毛が、ちょっと、見てみますか。毛が大きいですよね、やたら。色は近いんだけどね、茶色い。でも、明らかに違いますよね。毛の感じがね。こっちが食べるには食用不適で、まあ、鬼ゼンマイだったと思うけど、名前がね、正確じゃないかもしれないけど。こっちは山取りゼンマイ。ゼンマイと同様、食べられますね。同じように、アク抜きします。ちょっとこれもいただこうか。あー、切り口とかはほぼ一緒だね、ほら。近しいですね。山取りゼンマイはちょっと赤っぽいんだね。縁っていうか。あー、はい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 。
美味しそう。てか僕食べたことあるのこっちの山鳥ゼンマイの方なんですよね。一回食べたことあるのは。こっちのゼンマイの方は食べたことない。そういえば。ほぼ、同じようなもんだと思ってるんで。ちょっとあんまりたくさんは取れない。これ、ちっちゃいんで。探せば、この山鳥ゼンマイの方も手に入るね。これもかなり大きいですけど、ゼンマイですね。もう完全に開いちゃってますけど、結構ね、ゼンマイはシダ系の中でも歯が大きいですね。で、わかりやすいのが、これですね、真ん中にね、胞子葉って言ってね、まあ胞子葉って書いてね、胞子葉っていうものがあります。まあ要するに、種、花種に当たるところですね。胞子をここから出すので、胞子葉というふうに言われますね。これが、今3つあるかな？あ、こっちにも、もう一株あんだ。これは一株に二つ出てんのかな？それとも二株があるのかな？これがわかりやすいです。山鳥ゼンマイもね、同じように、この胞子葉があるんで、ゼンマイと山鳥ゼンマイはね、これが特徴としてかなり大きいんで、覚えやすいかなと思います。